1月1日、能登半島を中心とした地震が起こりました。先ほどヒカキンさんがそちらに対しての、募金をするという動画を上げられていました。それを見てですね、私も本当にわずかなんですが、そういう活動が広がるといいなと思って、動画を作ってます。ヒカキンさんが寄付されていたヤフーの、サイトで私もやりました。こちらでは T ポイントでも、寄付が可能です。本当にわずかなんですが、気持ちだけでも伝えればいいなと思って、少しずつでも何か助けになればいいなと思います。被災地の皆様、どうか体調を崩されないように、なんて声をかければいいか分かりませんが、みんなで助け合っていければいいなと思います。